俺はマッキントッシュ愛をこうアピールしなあかんかいじゃないですか。どんだけ好きかっていうのをちょっとご覧の皆さんに ね、 そうですね、商品の説明とかじゃないんですね。これ相当喋れますよ。実はこれなんですよ、まさかのエルメス H、 はい、いつもグジネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。グジの岩佐です。今日はよろしくお願いします。岩佐さんほどじゃないですけど、まあ、たまにお邪魔してますのでご存知かもしれないんですけど、弊社一応代表させていただいておりますの田野と申します。よろしくお願いします。今日はあいにくの雨ですね。そうです ね、なんか今日はあれですか、はい、なんですか、はい、伸ばしてきましたよ今日も。ブローブローしてきましたよこれね、どれぐらい時間かけて、いやドライヤーを数年前に買い替えたの、それ調子よくて、あ、ええやつにした、結構な風力風力が必要なんですね。そうですね、はい、もうかなり気合い入れて雨の日は、ね、来てます。そうですか、はい、いや調子良さそうです。あ、ありがとうございます。そうだそうだ、今日あのアツコのファッションチェックをしてるんですけど、アツコ、アツコ、あ、僕アツヒロっていうの、あ、なるほどなるほど、アツコのファッションチェック的に雨仕様ですか今日。あ、そうですね、あの商品説明会でもありましたけど、はい、セットアップ推しということで、おすすめのセットアップ僕も着てきましたよ。そうですね、岩さん、そういえばなんか目新しいの着てますね、お召しになっていらっしゃいますね。それは何ですか、おすすめの、逆に聞きますけど、カルーゾです。あ、はい、カルーゾね、抜け感もあって、そうよね、はい、大人のセットアップなんですね。あのまさかですか、絞りがないっていうの、ないゼロシリーズ、ドローコードで、ドローコード付きのパンツ、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、うん、僕はでも完全雨仕様ですよ。ですね、はい、テーマ雨なのかなと思いまして、まあ、あ、もう早いですね。もうだって裏に後ろ並んでますよ、ね。あ、これ。まあ、いやいや、もう靴までこう。あ、そうですね。はい、これね、靴ね、あの。イギリスを代表するフォックスアンブレラの雨用のローファーなんですよ。ラバーローファー。雨だからっていうのもありますけど、去年私ちょっと仕入れすぎてしまいましてですね。いや、あの被せて僕らも仕入れすぎてしまいました。これはいけるんじゃないかなと。はい、まあ、これはずっと履いていただけるものなので、まあ、今年も来年も再来年もちょっと継続してお勧めしていきたいなとい う、 もう雨の時は履いています。こういうジジのセットアップ、意外、ジジ、田野さんがジジなんて意外。いや、これね、いいでしょ、ジジ勧めなあかんと思ってね、無理して買ってるわけですよ。それは似合わないのに。それは僕買いすぎました。あ、なるほど、そうですね、無事限定でやらせていただいてます。それに今日雨仕様で、はい、コート着てきましたよ僕。今日どういうの着てこられたの。マッキントッシュですよ。雨つながりってことですか。そうですね、はい、ゴム引き着てきましたよ僕。そうですね、はい、久しぶりに来たんじゃないですか。久しぶりやね、着るのは。そうやね、はい、俺はマッキントッシュ愛をこうアピールしなそうですねあかんかいじゃないですか。どんだけ好きかっていうのをちょっとご覧の皆さんにね。あ、今日はなんか商品の説明とかじゃないんですね。企画をちょっと先ほど打ち合わせした時には、はい、まあ、春の新作ラインナップよりも、はい、どれだけマッキントッシュを好きかっていうことを、まあ、言ってほしいと。これ相当喋れますよ。僕ね、入社した時、田野さんね、あ、シップスに入社した時ね、アルバイトで、田野さんが ね、 面接ね、ショート丈のなんかゴム引きのライダースみたいに着てました。あ、あったね、はい、そういうの他にもいっぱい持ってたし、はいはい、でもそれをね、オープンしてね、はい、お金なくてね、はい、オークションで売りましたね。それで生活の糧にね、はいはい、泣く泣くしてたよね。してましたね。手放したくなかったものも多かったですね、はい、でオープンしてももう是が非でもしたいと。これ実はね、最初オーダーできなかったんですよね。そうです、ビッグブランドですね、はい、ビッグブランドなので、はい、僕たちにとってみれば、はい、ねえ、オーダーさせてもらえなくて、あれ覚えてる、最初八木通商さん代理店行った時に、はいはい、置けなくて、でも置きたくて、なんかサンプルセールみたいなところでさなんかすごいペイズリーの茶色いペイズリーの長いやつね、ロングのね、はいはい、いやこれ売り場の花にもなるし、いやこれ置きたいなっていうので、うんうんうん、サンプルセールで買って、うん、あのそれをね店頭に置かせてもらったっていうこと、好きなブランドなんですよね。並べましたねあれね、まあ、2006年のあれ3月15日から店に並んでる、はい、数少ないブランドの一つですよね、はい、最初箱開けるときとかドキドキして、ね、ドキドキしたよね入荷が田野さんの家っていうねそうね、納品先俺の家っていう、そうそうそう、そう開けるときドキドキしたよね。あれドキドキして思ってたのちゃうかったとき、あのショックぐらいね、ショックね、まあ、今でもドキドキするけど、やっぱり最初のドキドキとはやっぱり言ってもちょっと違うよね。マッキントッシュの、はい、営業の、まあ、偉いさん、そうですね、彼はすごくかっこいいよね、はいはい、なんかね、あの人はもうアディクト、まあまあ、ファッションに狂ってるって言ってもいいと思います。そうですね、ぐらいファッション好きな人ですよね。まあ、あのシップスの、ね、後輩でね、はい、マネージャーしてるセイミヤ
清宮さん、まあ清宮、はい、僕は清宮って呼んでるんですけど、かなりマッキントッシュジャパンでも偉い人んじゃないかな、ねね、当時その買い付け行った時とか、ね、あのお金なくてホテル代がなくて、はい、清宮のね、あの社宅に泊まらせてもらったりとか、頑張るしちょっと助けてやっていうことをね、あの、はい、話してたの懐かしいね。あ、そうですよね。ダンケルドか、一番有名なのがダンケルドが、ダンケルドで、でそれを補足したのがフェンウィックやったんです、ね、フェンウィックがね、出たんで、もうかっこよくてね、時代の流れが細く細くいってた時なんで、そうね、そういう時代やったもんね、はい、金として細いのが、ビタビタのが出たって言ったよね、はい、フェンウィックとダンケルドは在庫あるからっていうことで、在庫抜かせてもらうってことですね、フェンウィックをね、はい、お願いして、はい、黒とベージュとね、やらせてもらったのが最初やね。いや、懐かしい、はい、でそれ今日着ても来ましたよ、もうこれじゃないですか、フェンウィック、今日僕着てきたやつ、きたねケアしてます全くしてないね。ただもうでも品質的には、まあ、全然、ね、まだまだ今日着てても問題なかったですし、要は10年以上ものってことですね。そうやね、はい、イギリスの方なんていうのは雨具としてね本当に使ってらっしゃって、はい、あのこういうこう接着なんですよね。あ、剥がれてきてますね、はいはい、でこういうのもビリビリに剥がれてもあまり気にしない、うん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 、むしろ気にしないぐらいの方がなんかこうマッキントッシュのゴム引きっぽくて、あ、なるほど、うん、ね、でも今さちょっとオーバーサイズが、サイズ何本ですかそれ、これ38、まあ普通ですねサイズは、今も38ぐらいです、38っす、短っ前ね、一応感じるよね、膝上ですよ。なんかちょっとこうゴムのちょっとこうね、なんか跡とか、あとね、接着の跡とかね、こういうのがなかなかこういうとことか ね、 そうですね、なんか ね、 のね、あの味があって擦れたところとかね、いいんやけど、はい、これもあれやな、工場見学とかね、清宮が来てくださいよって言ってたけど、なかなか行けてなくて、あの時言っとくべきですよ ね、 ね無理やりでも、はい、職人さんがね、この指で ね、 なんかね、あの塗って、のりを接着剤貼って、はい、あの本当にこう見たら感動しますよっつって、一つ一つ手で丁寧にあの仕上げられてますよっていうことで、うん、行ってみたよ ね、 ね、 たね、今も変わらず同じ作り方をしているっていうことで、ね、はい、クラフトマンシップじゃないですか、せやね、はいはい、アイテムよね、はい、だとはいつつ最近ゴム引き少なくなるうちの会社売れないそうやな、はい、服屋として売れなくてもやらなければならないものってそうですねあると思うんですけど、はいはい、でうちのそのマッキントッシュファン多いですよ、多いですね、はい、この、まあ、西出さん、西出 P、 B、はい、マッキントッシュはすごいよね、まあよく買ってますね、はい、個人オーダーもよくしてますね、はい、ラグジュアリー感もあるじゃないですか、そうやね、でこうクオリティに見せられて、名だたるビッグメゾンが作ってくれ、ね、はい、作ってくれって優位に来るぐらいですもんね、そうですね、僕ね今日持ってきたんですよ、秘蔵の岩瀬さんの、全然商品と関係ないですね、やっぱりお前、ね、大丈夫ですかこれ、こんな感じでいいんですよね、愛でファーストマッキンは実はこれなんですよ、まさかのまさかの H ですエルメス H、 はい、僕たちは H 販売員ですよ、そうですね、お客様にはまずベーシックなものから買っていただいてそれが気に入れば2着目3着目にちょっとこう色目のあるものをつけてくださいねってだいたい申し上げるんですけど、そうですね、まさかの1着目これですか、1着目これで、しかもウィメンズなんですよ、実は合わせ逆でしょうか、もう当時はさマルジェラ、めっちゃでかっ、これマルジェラの時もですか、はい、マルジェラ好きやからレディースにした、すごいね、はい、大学生の時に、あ、着てたね、そうなんですよ、あのシップスの時、これシップスの入社式、入社式、入社式もこれで、あの、ね、大学はもう毎日のようにこれで行って、岩さ見つけやすかったわって、あの、すごい、ね、学内にこれですから年季入ってる ね、 年季入って、まあこれはね、もうあのゴム引きの、ゴム引きってあのマッキントッシュクロスのね、あ、そうね、あのゴム引き、うん、マッキントッシュのゴム引き特殊やもんね、はい、生地と生地の間にね、ゴムの膜をサンドしてあるというか、はい、ゴム引きという素材で、これはちょっとゴム引きのね素材、慣れの果てというとね、ちょっともう切れなくなっちゃった、パリパリで、でもさ、イギリスの方とかこういう感じでもバリバリ着るけどね、マジで着ようかな、確かにイギリス人でこうなっても着てるかもしれないですね、着てますよ、あ、着てますって、まあ、知ったかしてましたけど着てるらしいですね、なるほど、まあ、よくあるゴム引きって、はい、生地にゴムがコーティングされてるんですよ、これは生地と生地の間に入れてるんですよね、はい、完全にそこで水をシャットアウトしてるんですね、結構あのマッキントッシュのゴム引きって数あるゴム引きの中でも結構特殊な、うん、生地なんですよね、マッキントッシュクロスとして、まあ、特許みたいな感じでその、そうね、ね、なってるん で、 です、ね、ビッグメゾンもマッキントッシュにしかこの感じは頼めないということ で、 でまだあるんじゃないんですかこれセカンドマッキントッシュ、これトム・フォード
グッチの時ぶっ飛ばすね。トム・フォードの時のグッチ、ぶっ飛ばすね。中全部ジーンなんですよこれ。いやまあこれほどね、はい、やっぱりビッグメゾンの時代の寵児と言われている人たちが認めるクオリティなんですよ、はい、ね、こんなもありの今まで思い出のある、フェンウィック以外ですか。例えばさ、あの人気、うちで人気あったってあのオレンジのダッフルとかさ、ゴム引きの あれお客様でも結構皆さんね、はい、そうそう、ゴム引きでダッフルやりましたね、はい、ダッフルね、はい、オレンジ何ちゅう色やったっけあれ。今はね、あの不白、あのゴム引きじゃないコートもすごい人気よ ね、 そうですね、結構ね、この辺りとかこのロロピアーナを使ったシリーズね、シリーズだとか、はい、こういうね、ゴム引きじゃないシリーズっていうのも、はい、すごく実はこっちのが、まあ、寂しいわけじゃないけど、実はこっちの今人気があるのね。これ売れてます、はいはい、売れてるよね。これは売れてます。あとはナイロンとかね、はい、あ、ナイロンのスプリングコートとか ね、はい、でこれセーミアの、これセーミアの個人オーダーした、来ます、来てください。これぜひ、ちょっとね恥ずかしくてね、これ阪急電車乗ってるんですか。阪急電車乗ってますよ。サイズも通常僕38なんですけど、2度見ですよこれ、3度見ですよこれ、40作ったんですよね。ちょっとオーバーサイズのものをさらにオーバーサイズで買ってるんですよね。さすがにこれはあの無事で採用できませんでしたそやねあのフードなしの普通の色っていうのやりました、黒とか ね、はい、あれもかっこよかったよね、はいはい、これさ、あの気に入りすぎて今年の1月のね、はいはい、ピッティ着ていこうかなと思って、今年の1月着ようとしてたんですよね。そうやね、はいはい、残念ながら着ていくことはできなかったですけど、はい、まあ、それぐらいちょっとねやっぱりマッキントッシュ思い入れがあるんですよね、僕たちね、はい、まあ、特にね、あの今このちょっとこう世の中暗いじゃないですか。これはね、あのごめんなさい、儲かってる感しか感じないですよこれ。儲かってないんですよそれが。儲かってないのにオレンジですよこれ。でも勢いある感じにしか見えないですよ。勢いないですけどね僕全く、あのマッキントッシュの魅力ですよね、ゴン引きだけじゃなくて、はい、僕もなんか羽織りましょうかね。せっかくやし、ちょっと見せてよ、ね、どんな感じか。最近買ったやつあるんですよ。最近ヴィンテージ1980年代の、マッキントッシュ。これさ、あの要マッキントッシュの、そうですそうです、壁の中に、壁の中にこう入ってるやつ、入ってるよね、はい、これは1980年代でハケットが創業した時ぐらいに出たやつですね。ずっと探してたんですよ。普通のステンカラーにケープがかかってるようなインバネスコートっていうんですけど、すげえね、昔なんか大正時代とかに着物の上に着てたようなコートですよ、日本だと。すげえね、俺このオレンジは着れるけどこれはなんか着れへんわ。でも綺麗に保存されてるんじゃないですか。これね、結構綺麗に保存されてて、あ、なんか大正ロマンを感じるね。その着物の上から着るこう洋風のアウターとして日本で初めに入ったのは大正時代で、インバネスコートでスコットランド生まれなんですけど、これ着たまま楽器演奏するとかで、バグパイプっていうんですか、楽器演奏する、あのピューみたいなやつ、はい、あれ用、すごいねみたいです。すげーの買ったねこれそうです、着ながら演奏できるんですよ。ちなみにおいくら万円やったんですか。いや、5、6千円とかじゃないですか。そんなの、はい、誰もこれがマッキントッシュってこのシールからしかわからないんで、ハケットの普通の古いコートとしか皆さん認識されないのが、ここにちゃんとケアオブユーはマッキントッシュって書いてるんですよ。いや、ほんまや。これエルメスもグッチも書いてます。オークションセルの、全くこれセラなかったです6000円で終了みたいな出品者も分かってないと。これ僕はでもこれ5年は探しました、ね、へえ。ちょっとそれは大げさやと思うな俺4年あとシャーロック・ホームズが着てたコート、なるほどね、そういうイメージが今ありますね。まだちょっとコーディネートは思いついてないんで今から考えます。しかしすごいね岩さん、ちょっと待って、なんか俺岩さんに、ね、マッキントッシュは負けた気がするの、なんかちょっと悔しいよ。いやでも家にたくさんあるんじゃないですか。いやいや、だからその売りさば行ってしまったからね。実際の時のはないんで、結構後悔してるのありますよねいや後悔してるのあるね、はい、これは僕10年ぐらい前に買いました、アンティークで。これどこのやつ。オールドイングランドおすげえ、まあでもさ、はい、ハケットが、はい、オールドイングランドも作ってるっていう、はい、そうです。これもね、買ってから来てないの、ただ欲しくて、なんかマッキントッシュが欲しくてっていう ね、 いいね。またね、そろそろね、着ようかなみたいな。でも今ぴったりなんじゃない、ね、今のこう傾向からすると、モードにも着れるし、あのクラシックにも着れるっていう振り幅の広さも魅力やもんね、うん、そろそろ着ようかなというところですね、うん、一応ね、これまあおまけみたいなもんですけど、今季おまけ、こんだけ厚く飾っといてこれだけかよっていうふうに思われると、ちょっとね、はい、もっとやりたいね。そうですね、ぶわっとこう、もう一気にこれぐらいとかね、
やってみたい。色もいいじゃないですか、はい、本来は結構色カラフルなんだろうね。やっぱ基本こう、はい、レインコートなんでやっぱちょっとカラフルなね、赤とかね、はい、緑とかっていうのもいいんですけど、売れるっていうところが、はい、普通の色、ね、大事なんで、はい、今季やってるこのゴン引きですね。これでもね、新しい色だったかもしれないですね。あ、はい、グレー、はい、グレーで、このテープかっこいいね、うん、グログランの。これ今季の新作、今季の新作、はい、ちょっとフードでちょっと緩めですか ね昔ので長い、昔のクリストンなんかよりかちょっと緩くできてると思いますよ、ね、はい、うん、まあ、クリストン、これクリストンか、これクリストンですね、はい、これ今も店頭でベーシックで並べてるんですよ。昔とか今でもちゃんとあるんですよ。これずっと人気のモデルですね、はい、細くて A ラインで長くて、はい、これもすごい名品よね。これはかなりの名品でね、これずっと着れそうな形してますね、まあ、これをちょっとモダナイズして、まあ、ラグジュアリーにしたような感じが、まあ、この新しい近日入荷、はい、まあ、これ公開される頃には入荷してるかもしれない、ね、かもしれないですね、はい、絞ってないでしょ、あんまり。そうだね、あんまり全然絞ってないぐらいなんですね。ちょっとこう落ち感もあって、ショルダーの、まあ、これジジのセットアップとかにもバッチリやね、うん、色も最高やし。そうなんですよ、まあ、向こうの人あんまり傘ささへんけどね、まあ、見たいですね。なんかこういうのまで出てるのよね、マッキントッシュって。そうですよ、ゴム引きコートからインスピレーションを受けたあの色とかが登場してるみたいな。あ、そうなんや、はい、あ、それでこういうベージュとかがあるってわけやね。刺、ねはい、しちゃいます、ね、なんかこれ、これ、ね、マッキントッシュでも刺したことあります？ない。いいですよ、これないっちゃあかんのかな。あ、ワンタッチ。なんかマッキントッシュなのにワンタッチってこうもうちょっとアナログ的なのが良かったかもしれないいやー、で逆にこ、ね、片手でさせる方が今ありがたいらしいですよね。え、俺雨ほんま嫌いやからねそうですね、いやみんな嫌いでしょいや多分みんな嫌いやけど、俺の方がもっと嫌いと思うテンション低いですよね、まあ、雨の日ね。いや、テンション低いっていうか、まあ、クリースも取れるわ、はい、うねりもうねりが、ね、気になるわ、うん、せめてね、これぐらいでこうテンション上げたよね、うん、かなりこの傘あの好評です、お店では、ね、はい、ちょっとこれマッキンロゴもね、ロゴ、はい、入ってね、オリジナルの生地、ね、なかなかね、ええよね、はい、もう絶賛好評発売中です、はい、これ。あ、これ着てほしいですね。まだ入荷前ですが、結構ご好評いただけるんじゃないかなというシリーズですね。これの完成度めちゃくちゃ高くない？これは完成度高いですよね。あ、いいじゃないですか、このやっぱりさ、50にもなるとこういうタッタソールがね反応しちゃいますね、はい、安心感あるね。でも実は今ね、こっちの柄の方がモードやもんね。そうなんですよ、こういうなんか今はね、はい、ガンクラブチェックとかタッタソールの方があのモード感って、うん、ぜひいろんなこうデザイナーズとか見に行ってもこういうのいっぱい使ってあるもんね。クラシック柄とかクラシックなパターンのねコートとか。めちゃくちゃいいじゃないですか、ね、これ 38? 38じゃないですかね、あ、普通のサイズ。38で着てもいいし、ちょっとオーバーサイズ着たい人は40でもいいぐらいですね、うん、めちゃくちゃいい。これこのなんかここがね、ちゃんとストーンといい感じで落ちる、ね、こういうね、はい、ラグランスリーブの、ね、バルカラーコートって、はい、めちゃくちゃ難しいんだよ ね、 難しいですね。ちょっと間違えたらさ、途端にこう、そうおっちゃんみたいな感じに、まあ、おっちゃんやけどいや、ここがすごく、ね、盛り上がったりとか、なんやろうね、落ちないんですよね、なかなか綺麗にこの感じ、はい、まあ、これは、まあ、やっぱりマッキントッシュ、ね、細いものが多かった時代にこう、ね、いち早く作ってきたので、はい、緩い、ね、緩いというか、まあ、こうあまり絞りのないね、はい、おしゃれ、モダンに見えるね、本当にね、はい、マッキントッシュって。で、他にもまだ今季のあるんですよね。ないんじゃないですか、ね、だけ。ないの、うん、以上です、今季は。こんだけ、はい、愛語っといて二方頑張って二方あ、マジっすか、はい、こんだけマッキントッシュ愛語っといて特に春は、だってまだ入ってないんですよ春って ね、 ね、昔からその問題、あ、思い出、マッキントッシュの思い出、今思い出しましたよ、納期揉めたねーよ、揉めまくりじゃないですか、ね、タモさん、いつも切れてたね、毎年のようにこの時期、マッキントッシュにジャパンに出ますって、ね、あったな、僕らも死活問題じゃないですか。そうやね、はいはい、この時期を逃すとっていうのはね。あの時もさ、なんかセイミヤはな、なんかうまいこと言ってたけどね、もう職人が一つ一つ丁寧に仕上げてるんですと、はい、それだけファンタジーのあるものがなぜ待てないんですかみたいな感じで言ってたね。あの、待てへんっていうのをなぜ待てないっていう返しをねそれは手間暇かかるんですよみたいなね。それかかりますよ、なぜ待てないんですかって逆切れされたみたいな感じあったね今年もあの例のごとくまだ入ってないっていう。そうよね、はい、やっぱりこう作る方も真剣やし、売る方も真剣にやらないと、はい、そうですね。で、いつの日かね、こうスコットランドまでね行きたいね、はい、スコットランド行きたいね、はい、このグジネットワークを取りたいってそのロケをね、はい、観光したいですね。行きたい、この辺で。なんかあります告知、うん、まあ、あったらじゃあこの辺で、はい、
いつもそんな ね、そうですね、あの告知もねあるんですけど忘れるっていうね、この告知欄をご覧いただければと思いますので、うん、伝わったかね、マッキントッシュは私物紹介みたいになってません？そうやね、まあまあ、ただただマッキントッシュが大好きですっていう、はい、僕今まで一番熱いです、あの体が今までの動画撮影で一番ほてってます、体がほてってる、ほててます、はいはい、死ぬまで、はい、そうですね、愛したい、いいですね、それが服の一つですね、はい、ブランド一つですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。